皆さんこんにちは。今日もフィリピン・パラワン島プエルトプリンセサからお送りしています。6月1日です。2023年6月1日、6月になっちゃいました。 最近よく思うんだけど、 YouTube の動画でね、僕がこう思うとかね、そういうことを自分の思いをあげると、やっぱりね、いろいろ思いの違った人からのね、コメントとかが来て、まあ面白いなって、考え方人それぞれだなと。まあね、みんな同じである必要はないんだけれども、言うことは自由なんだけどね。結構ね、この数日前からアップしてる移住のこととかね、そんなことでも結構いろんなことを言ってくる人がいて、まあ避難みたいなのももうね、たくさん来て、まあそういうのも慣れてるんだけど、自由に生きようよみたいなことを言ってたんだよね。そうしたらやっぱり、郷に入っては郷に従えとか、なんかもうことわざね、使い古されたような言葉だけど、言ってくる人もいて、ねえ、フィリピンという国に来てるんだから、住まわしてもらってるみたいに思ってね、目立たないように暮らせとかね、日本人の恥とならないようにとかね、まあ、大きなお世話なんだけれども、日本人なんだけど、日本のこと、日本人のことを分かってないんじゃないかな。日本ってね、やっぱね、特別なんだよね。すごくね、礼儀正しい。人に迷惑をかけちゃいけない。っていうのがね、まず先に立ってくる。もちろんね、人に迷惑かけていいってことはないんだけれども、目立たないように暮らせ。で、僕らね、この外国人は、今僕はフィリピンにいるわけだけど、フィリピンのこういうローカルのところに住んだら、目立つわけだよね。まあでも、それほど干渉もされないでほっといてくれるんだけれども、まあですね、目立たないように暮らせっていうのがね、いつだったかな。パンデミックが始まってすぐの頃かな、食料支援とかしてて、まあちょっと違うところに行ってね、ちょっと前に亡くなってしまったけど、非常に仲の良かった友人、宮田さんに手伝ってもらって、まあ、隣のバラン街まで行っててね、その時はね、外出禁止令とか出てて、笑っちゃうけどね、外出するのにね、そのバラン街って、まあ、村役場みたいなところのね、外出許可証っていうのを取らなきゃいけなかった。それ取っても、そのバラン街から出ちゃダメよ、みたいな、全くね、へんてこりんなルールができてて、でもそんなんじゃね、みんな食い物買えなくてね、困ってるって時に、どうしようもない。やっぱり動きたい。動かないとっていうのがあったから、隣のバラン街に行っててね、食料の支援をしてたんですね。その時のね、宮田さんの車に、日本人がやってんだぞって言うんでね、でかい日の丸つけて、長い行列がね、できてて、そこにね、おまわりさんが来たんですよね。やばいな、と思ってね、なんか絶対言われるぞ、と思って、まずね、外出許可証を見せろって言われるだろうなと思って、あれ、俺の許可証どこ入ってたかな、財布の中かな、なんて思ってて、でもね、違うバラン街に来てるわけだし、これ僕が捕まるのはしょうがないけどね、宮田さんに迷惑かけちゃうよななんて思いながら、そしたら多分遠くにパトカー止まってたのかな、よく覚えてないけど、婦人警官が一人ね、僕らの方に歩いてきて、なんか言われんのかなと思って、待ってたら、何してるんですかみたいに言ってて、いや、食料をね、支援してるんだ。で、次の言葉が何が出てくるかなと思ったら、ありがとうって言葉が出てきてね。あれは嬉しかったな。やっぱり、ね、このフィリピン、違うところに来て、警察官はね、昔やばいなんていうのもあったんだけれど、やっぱり分かってくれてる。ほっとするのと同時にね、ものすごい嬉しかったのを覚えてる。
まあ、その時もね、その前かな、そんなね、メールもらってて、もしね、それで捕まったりしたらね、新聞にでも出たら日本人の恥となるから、そういうことはやめなさいみたいなメールなんかも来てたんだけども、ちゃんちゃらおかしいよね。目立たずに生きる。うん。あのね、さっき言ってたけど、日本のことが分かってないっていうのは、日本ってすごくね、平和な国で、なんていうのかな、相互監視がちゃんとできてるような、北朝鮮みたいなところなんだよね。だからちょっと違うことやってる。みんなと外れたことをやってると、指さされるなんてことが、まあ最近都会では少なくなってきただろうけど、そういうところがある国なんだよね。で、フィリピンのこういう、ここもちろんね、その、上流階級、アッパークラスが住んでるとこじゃないけど、どういうとこなのかって言ったら、なんていうのかな、相互監視どころか、みんなね、見えっぱりなのね。だから目立ってやろうとしてるって。その中で普通に暮らしてても、別に、何も言われないよね。あの、笑っちゃうぐらい見えっぱりでね、やっとエアコンが買えたっていううちがね、自慢したいんだよね。だから室外機をさんさんと日の当たるね、嫌なのに乗っけちゃったりとか、もうそういう笑えるようなことぐらいするね。見えっぱり、目立ちたがり屋さんがいるようなとこなんだけれども、だからその国が違うんだよね。例えば日本に外国人が来たら、もちろん、あ、なに、外人が来てるよ。あの人やっぱり日本のやり方とは違う。誰かが教えてあげなくてはとか、そういうことになるんだろうけど、こっちはね、全然違うんだよね。だから日本っていうのがすごく得意な国だってことを分かってないんじゃないかな。ねえ。そんなこともあったな。あとはね、なんかこういうとこ来て、ちょっと他の人と違うことをやってると、やっぱり面白くねえなって人がいるんだろうね。その YouTube で、ね、みんな、皆さんに寄付していただいて、学校を作ったわけですけどね。学校を作った時でもね、なんかいろんなね、非難のメールとかが来てて、笑っちゃうのがね、あの、手紙がね、警察に届いたんですよ。どっから?わざわざね、タイから送ってきたバカ野郎がいてね、見てるかな、そのバカ野郎は。名前ね、ちゃんともう分かってんだけど、その手紙見せてもらったから、警察署に手紙を送ってきてね、こういう活動してる、その許可がどうのこうのとか、そういうのはちゃんとできてるのか。で、僕は、なんだ、そういう、営利活動みたいに思ってたのかな。僕は税金払ってんのか、どうか、そういうのを調べてほしい。で、僕はその学校の金をね、寄付をいただいた金を猫ばばしてるに違いないというの、その手紙が来て、警察官がいきなりうちに訪ねてきてね、うちのマリアはね、びっくりしてて、なんかやったのって僕に聞くから、いや、特になんかね、違法なことはやってないぜ、なんて言ってて。で、まあ、よくよく警察官ね、この窪に入ってね、警察官に聞いたら、そんなんで、まあ、手紙見せてもらって、こういうやつがいるんだなって、暇だなと思っててね、ちゃんとね、その封筒見せてもらったらね、タイからでタイの消印がついててね、日本人ですよ。控えてあるけど、名前別に言わないけど、そんなやつ相手にしてもしょうがないから。ねえ、そんなのが来たり、まあその時はここでね、帳簿とか見せて、学校建設するのにこんだけかかるって、わかるよね、警察官に言って、うんうん、これ金かけないで作ってんのわかるでしょって、わかるわかる。警察官、こう二人座ってね、で、帳簿見せて、今日本円でこれだけ、フィリピンペソでこんだけ残ってる。俺は一銭もね、その、そこからは金もらってない。それ見てもらって。で、僕は今ステータスとしては旅行者で来てるから、で、日本の方にはちゃんと税金払ってるっていうのもね、ちゃんとその申告の書類とか見せてね、納得してもらって、で最終的に学校でいいねっつって頑張ってね、なんて言ってね、警察官ともね、なんか仲良くなっちゃったけれども、な、やることなすこと、なんか面白くねってやつがいいんだろうな。うん。面白いよね。だから、なんだろう、目立たないで静かに息潜めて暮らせっていうのは、まあいいですよ、それも。
何にもないだろうけれども、僕もうね、2006年か、フィリピンに来て、もう17年が過ぎたとこなんですよね。長く住んでる人いっぱいいると思いますよ。もうフィリピンに20年、30年、40年住んでます。ね、フィリピンというのはこういうもんなんです、なんつってね、笑っちゃうようなね、メール送ってくる人もいるんだけど、まあ、嫁さんとね、フィリピンのある地方都市に僕30年住んでます。フィリピンのことは誰よりも分かってます。その場所にね、田舎に30年住んで、奥さんと周囲の人と仲良くなってる、いいことですよ。ただね、その人はその生活しか知らない、その場所しか知らない。なんかことわざで一個あるでしょ。胃の中の蛙、大海を知らず、井戸の中にいるね、カエル。外の世界見たことないよ。ただその井戸の中にはね、どこにどんな虫がいるとかよく知ってる。マウントを取るっていうの、そういうの。長いマウント。まあね、そこに、あっち行ってしまうまでね、そうやって、フィリピンっていうのはね、って言って暮らしてればいいと思うんだけれども。うん、まあでも本当にね、日本とフィリピンとの差っていうのかな、日本と諸外国との差っていうのは大きいと思うな。そこの国に来たい。やっぱり馴染まなきゃいけないってところは確かにある。あの、多くの国でね、確かにやっちゃいけないことなんてのもあるし、タブーとなってるとこなんかもあるから、それはね、やっぱりやっちゃいけないことはやっちゃいけない。多くの国、例えば子供が来て頭撫でちゃいけないとかね、そこら辺宗教的なことなんかも随分関係あるんだけれども、良かれと思ってね、この坊主可愛いなとか頭触る、親怒ったりしてね、そんな国もあるわけで、やっぱりそのタブーとされてることはやっちゃいけないんだけれども、その各国のね、ペースっていうのがあって、そこと大きくね、こう乖離しているっていうのが、日本の文化であり、慣習でありってことがあるんだよね。なんか日本とやっぱりみんな同じ型にはめたがるっていうのがあって、だからね、この戦後、昭和20年、1945年、戦争が終わってから、まあね、そのアメリカによって、結構ね、大企業の上の方全部取っ払われたりとかね、財閥解体とかして、で、結局その時期、残った人、30代、40代の人が会社の舵取り任されて一生懸命やって、でも不安だからってね、そういう組合みたいなの作ったりして、で、それで高度成長期ってのはダーンと来て、で、その人のね、後継いだ人たち、バトンタッチしたぐらいの時にね、頂点を迎えるわけですね、日本は。バブル。ただやっぱりね、周り見えてないんだろうな、自分たちの中だけで。風船が、やっぱり限度っていうのがあるからね、どこまでも膨らむわけじゃなくって、ある一定の量を超えると破裂するっていうのが、まあ破裂してみなきゃわかんないんだよね。しょうがないかな。よく働いたんですよね、その頃ね。80年代と中盤からね、90年代入るぐらいまでね、ジャパニーズビジネスマン、24時間働けますかって。月月火水木金金。まあそういう時代があってね、日本というのができたんだけど、だけどみんなで一緒にっていうのがこうあったからね、みんな同じで頑張ってこうっていうのがあったのかな。まあこの前も言ったけどね、なんか理想的な社会主義社会、みんなで頑張る。まあでも、格差は当然生まれるわけだけれども、ね、頑張ったやつは頑張っただけのことが得られるっていうのが、社会主義を超えたね、その共産主義っていうのと違うとこなんだけど、ここで政治体制話してもしょうがないな。まあでも、まあ、日本というのは特殊な国なんでね、その国の人がこういう、もっと寛容な国ね、このフィリピンなんてところに来て自由に暮らす。で、そこで目立つなとかね、日本の恥とならないようにとか、まあ息潜めて暮らしてたい人は暮らしてればいいし、うん、で、さっきも言ってたけど、僕もこの国に来て長いから、何してきたか、この国でね、
ただぼーっと暮らしてたのかと、こう犬の頭撫でてね、そんなんじゃなくて、なんか自分がいたっていう、本当に、僕らってそんなね、あとね、50年も生きるわけじゃないから、あ、でも120まで生きるんだった。なんかね、こう、フィリピンにこう、かすり傷ぐらい残したいわけよね。誰も気づいてくれないかもしれないけど、なんかちょっとした爪痕だけでも残したいと、思わない？思うんだけどな、そういうのは。だからなんかやってたいっていうのがあるよね。なんかこうあるべき、こうやっちゃいけないって、なんかこう鎖にね、こう繋がれてるみたいな。こんなもんぶっちぎっちまえ、ねえ。なんでおとなしく繋がれてんだろうと思うよな。まあ、繋がれてた方が安全というのはあるんだろうけれども、それで面白えの？って思っちゃう。またこういうこと言ってるとね、何言ってんだバカみたいなコメントとかメールとかいっぱい来るんだろうな。まあ関係ないけどね、俺は俺の生き方でやっていくしかないし、なんだかんだ言いたいやつはね、言えば、どうせ何もできない人なんでね、非難とかね、もうそういうの慣れちゃってるんで、ただね、ほんとそういうのがたくさん来ると、かわいそうな人たちだなって、それしか思わないんだけど、で、たまにね、こう、コメントなんかでもね、どっかにいて、僕もこうやって自由に生きてます、なんていうのを読むと、嬉しいよね。日本人頑張ってるじゃん、みたいなね。日本のことをね、僕散々なんか悪く言うように思ってる人もいるかもしれないけど、僕は日本のこと好きです。愛してます。日本人。なんで、どこ行ったってね、この日本人というアイデンティティをもうしっかりと持ってるわけだし、人にとやかく言われたくないよね。まあ、この動画アップすんのかな？どうなんだろう。まあね、フィリピンに来てる人、まあ、その他ね、いろんな国に出てる人いますよね。東南アジアだけじゃなくて、アメリカに住んでる方も結構多いですよね。たまにコメントとかメールをもらうんだけれども、結構アメリカなんか住んでも大変だろうな。白人至上主義ってとこですからね。苦労多いと思うけど、そういうとこで頑張ってる方にもなんかこう、頭が下がるよな。まあなんだかんだ言っても僕はここのフィリピンでね、まだずっと住んでいくであろうし、やりたいことやって頑張っていきます。今ね、そんなね、出る杭は打たれるな、そんな、打つやつそんないないしね。みんなが笑顔になるようにってことかな。で、自分ももちろん楽しくなきゃいけない。やりがいがなきゃいけないってことね。それ、やりがいなんてのは幻想だって。金稼がなきゃいけないなんていう輩もいるかもしれないけど、金は後からついてくるって言うけど、あ、ついてこないことも多いんだけど、でも、金もらう以上にね、なんていうのかな、その、嬉しさっていうので、そういう人にはわかんないだろうな。ねえ。どう思う、パオ。何喋ってんのか不思議だろうね。まあね、こうやってマイペースでやってきます。ずいぶん長くくっちゃべってるの。今日この辺で失礼します。えい、えい。よし。はい、ハングリー？